霊感ない。今回も3年縛りでやっていきます。今回一緒にプレイするプロ野球選手は村上頌樹投手です。星194、141キロ、コントロールいい、サミナリー3球種あります。得のは伸び B のみ。怪我しにくい財布は大学時代の怪我が影響してるんですかね。今年突如として現れ、開幕から31イニング連続無失点のセリーグタイ記録を記録しました。回転数の高い球になぜかバッターは空振りをします。高校時代は智弁学園で春の甲子園制覇をしています。高校1年生の時にも甲子園で登板し、その時に自分見ていたんで写真撮ってあります。なぜ見ていたかというと、少年野球一緒のチームでプレイしていました。ちょっと久々に一緒にプレイしていこうと思います。村上頌樹投手のワンマンチームだったんですけど、村上頌樹投手が抑えて、村上頌樹投手が打ちで、自分がエラーして勝つというチームでしたね。大会も結構何回か、地元の大会は村上選手のおかげで7回8回ぐらい優勝しました。非常に頼りになる存在でした。まあ、ただ学年は違いますけど。しかし村上頌樹投手、あり高校、間違えました。世界遺産しかいない高校に入ってしまいました。ナスカの地上へ。星59、肩だけ強い。キャッチャーパタルヒャルの修道院。星90、大田丸。星91、ザナルカンド遺跡。弾道1オール F、タイストレート丸。ガイア、ジョージア大豆専門店。星98、ソウルクディ。そして今回の天才、キングバーガー大聖堂。これは北海道の網走にあります。星215、ミートパワーソウル肩 D、対変化球丸悪球打。世界遺産なんで人気者ついてます。ちょっと3時間ぐらい厳選したんですけど、あんまりいい天才が出なかったですね。まあ、こいつで頑張っていきましょう。打ち気はパタルヘルの修道院のみ。ちなみに村上頌樹投手は小3からピッチャーをやっていました。小3からすごい球を投げていましたね。で、自分は村上頌樹投手のことを村翔って呼んでました。頌樹っていう名前の子がもう一人いたんで、もう一人の方は中翔って呼んでました。で、ちょっと打ち気がいるか探していたんですけど、3年生に岡本和真さんいました。星374。村上頌樹投手は岡本さんと高校も同じなんで、またチームメイトになりましたね。これは心強い。で、2年生の打ち気はこのアンコールワットだけでした。星105。で、なんと2年生に天才が1人いました。パフパフギャン裁判所。星235。ハイエース丸、早急 F。天才嬉しいですね。まあ、2年生の天才より打ち気の方がいいパターンもあるんですけど。まあいいでしょう。一応天才が2人いる高校になりましたね。ちょっと久しぶりなんで、しっかりと勝てるように頑張っていきます。村上頌樹投手、アップデートが来ればもうちょっと得能が増えそうですけど、今のところ、まっさらな画用紙。何色でもなれる状態なんで、特のガンガンつけていきましょう。ほっくん、パタルヒャルの修道院。アベレージヒッター。これ取れば、スタメンも。お、取った。ナイス。天才の方をコンバートさせますかね、来年。夏の抽選会。結構戦力的にはいい方だと思うので、初戦天理だけは絶対に避けたい。初戦天理はきつい、さすがに。ここ。5番。おい、初戦天理やんけ。村上頌樹投手の時も天理高校とよく争ってました。まあ、この1回戦の天理勝てればどんどん勝っていけるんじゃないですか。ちょっと1年目夏しっかりと甲子園行きたいですね。夏の県大会やっていきます。1回戦勝てばいける。相手の先発投手も村上ですね。1番パフパフギャン裁判所天才。2番キングバーガー大聖堂。3番ラッピュータ天空城。4番岡本和真。5番ナイアガラの滝。弾道4パワーディショート。6番日本国際空港。7番チキンライス旧市街。8番ジョージア大豆専門店。3年生は3、4番の2人。1、2番の天才が塁に出て、で3、4番の3年生が返すと、そういうチームになってます。ちょっと村上頌樹投手まだ成長しきってないので、どこまで抑えてくれるか鍵になりそうです。行きましょう。初回満塁のピンチをしのいで、さあ初回の攻撃、岡本。先制すれば、いいぞ。うん。また満塁のピンチをしのいだ。で、こちらが先制していく。え、2点入った、なんか。キングバーガー大聖堂がフォアボールで出塁。で、ラッピュータ天空城がタイムリーツーベースと。最強。ジョージア大豆専門店も打点1ついてます。ナイス。相手の村上は142。シンカーゴ、パワーカーブさん。追加点が欲しい。でも5点ぐらい取らないときついっすよ。ランク C は。
いや、ピッチャーめちゃくちゃ粘ってる。めちゃくちゃいいぞ。お！とんでもないホームラン。これが岡本和真。小学校の時、バッティング練習で村上頌樹選手の打席に、まあ、よく立ってたんですけど、まともに打った記憶ないですからね。チキンライスナイス。ツーアウト満塁。ここでバッターは、ジョージア大専門店。こいつ今日2安打、強え。4点でもまだわかんないですよ。6点欲しい。てかもうコールドで終わらせよ。ナイス、ジョージア。6点入った。村翔も前後。5回7点。1万回って才能回か。よっしゃ。じゃあちょっとピッチングを見ていきますか。このストレートがいいんですね。あやの守備。お、明恩国際空港、さよならツーランホームラン。めちゃくちゃ強いんですけど、この高校。なぜこんなに強い。優勝候補天理を1回戦で破壊。被安打5、無失点。素晴らしいピッチング。これは自信になったんじゃないですか。2回戦やっていきます。ジョージア大豆専門店以外、好調。勝てる。対戦相手はランク D。初回1点先制。ただ1点返されましたね。キングバーガー、初ヒット。よっしゃ。チャンスでナイアガラの滝。よっしゃ！ナイス！勝ち越し。日本国際空港も、タイムリーヒット。3点目。じわじわ話していこう。最終回。2点差あるんで、まあ、頑張れ。先頭バット出してしまう。ちょっとこれ嫌ですね。まあ、伝令を惜しみなく使えば、なんとか。凄盛り。的確かつ冷静に助言。で、自慢のストレートで終わらせると。ナイスキャッチ。ナイスゲッツ。守備が硬い。投げ方も小学校の時とあんまり変わってないですからね。勝ちました。3対1。いいっすね。めちゃくちゃいいピッチングをします。出足も普通に点取ってくるんで、ありがたいですね。このチームいけるぞ。学校評判そこそこ。中堅校まで行きたい。3回戦やっていきます。2回、1対0。負けてます。相手はランク C。まあ、結構強いタイプのランク C ですね。これはだるいですね。ただこっちには岡本というチートモンスターがいる。ちょっと6回1対0。ピッチャーめっちゃ頑張ってるんですけど、点が取れない。ソロホームランで追いつけ。三振。マジで頑張れ。ボールか？よっしゃ。フォアボール。いや、くそ！野手が点取らないから。うわー、無理。3対0。3点差までですね。ギリギリ勝てるのは。よし！反撃の天空ヒット。ラッピュータナイス。まだ行きますよ。岡本！日本国際空港。まず1点。野球はツアートから。ファーストゴロ、ゲームセット。5対1。3回戦敗退。まあまあまあ。頑張りました。6回にちょっと連打を浴びてしまいましたね。岡本和真さん引退。次期キャプテンは天才。パフパフギャン裁判所。この裁判所では死刑しか宣告されません。
ナイアガラの滝守備職人、ザナルカンド遺跡守備職人、守りのチームにしますか。特訓威圧感野手。おパタルヒャルの修道院、威圧感ゲット。練習じゃやっていきます。相手は天理高校。あんまりエラーしてると世界遺産から外しますよ。まあ、練習じゃないんでいいですけど。村上頌樹投手も小学校の時もちろんすごかったんですけど、ソフトボール投げで小学校の時に87メーター投げて全国1位になったやつが同じ地区にいて、で、そのソフトボール投げ1位のやつと対戦したんですけど、村上頌樹投手はその時にすでに110キロぐらい投げていたんですけど、その110キロよりも明らかに速い球を放り投げてきて、全く球に当たりませんでしたね。で、その選手はバッティングもすごくて、村上頌樹投手が投げた渾身の一球を軽々学校の窓にぶち当ててホームランにしました。とんでもない打球速度でしたね。練習試合で130球、魂のピッチング。ナイスバッティング。ちなみに自分は小学校の時は打率1割ぐらいでしたね。初ヒット打った時は牽制でアウトになりました。負けました。8対5。今日はちょっと打たれましたね。練習試合で良かったです。まあ、キングバーガー大聖堂もホームラン出ましたからね。秋の大会に向けていい試合でした。デニさんまた決勝で会いましょう。パタルヒャルの修道院、初球丸ゲット。村上頌樹、徳の星。緩急丸。よっしゃ、緩急丸ゲット。少年野球は変化球ダメだったんですけど、スローボールありってことだったんで、このストレートとチェンジアップを使いこなしましたね、完全に。キングバーガー大聖堂。秋の大会こいつが鍵になってます。チャンスプラス2。よっしゃ、チャンス C になった。で、チャンスの必勝法をもらったんで、これをもうがっつり使っていいですか。早めに使うと B とかに下がる可能性もあるんですけど。使っちまえ。チャンス A になりました。秋の県大会やっていきます。先発、村上頌樹。星230。1番、チキンライス旧市街。2番、パフパフキャン裁判所。3番、日本国際空港。こいつも打率がいいんで3番に置きました。4番、キングバーガー大聖堂。チャンス A、 大変下級丸。5番、ナイアガラの滝。6番、オペラハウス。7番、パタルヒャルの修道院。8番、ジョージア大専門店。この打線がどこまで通用するか。対戦相手はランク D。 いける。うわー、マジかよ。関係ナイスボール。オッケー。まあ2失点大丈夫。絶対2点は取れる。よし、キングバーガーソロホームラン、1点差。ただそれ以降点があんまり。よし、来た。ワンアウト三塁。5番ナイアガラの滝。こいつは弾道用ミートディ。犠牲フライ狙うか。ナイス。積極的に行こう。ただゲッツーは終わりよ。ゲッツー終わり。三振。オペラハウス。何しとんねんこいつら。は？マジで。この追加点痛い。さあ残り2回。よし、9番ピッチャー村上が出ました。よっしゃ、は走れ、ナイスセーフ。でかい、これはでかい。マジで究極の思考ミート積極流し。こいつは打率がいいから。インコース。ナイス！マジナイス！ツーアウト満塁。ここで来た、救世主。キングバーガー大聖堂。今日ホームラン打ってます。
終わったか、これは。最終回。アンコールアット召喚。頼む。打ち切り。よし、ナイス。あるあるある、全然ある。二人出てホームラン。これは逆にあるか。セカンドがクソ遅い。ピッチャー変わりました。ジョージア大専門店。はい、終わり。負けました。4対1。1回戦敗退はちょっと想定外。初回の2点ちょっと痛かったですね。まあ、どっちにしろ1点じゃ勝てないですよね。まあ、1点目はしょうがないですもん。切り替えるしかない。キングバーガー。キングバーガーパワーヒッター欲しいですね。来い。取れない。パフパフギャン裁判所もチャンスになりました。天才二人がチャンスで3、4番に置きますからね。練習試合やってきます。ムカついたんで弱小校ボコります。パフパフギャンホームラン。弱小校相手に死刑宣告。パータリヒャルの集団にスリーランホームラン。勝ちました。9対0。新入生スカート。天才来い。打撃重視。いいぞ。投射0人。一番いいですね。いや、全然いい。池谷あり。三木もあり。鈴木もあり。最強クラスのやつもいないですね。まあ、とりあえず池谷取りますか。チキンライス9試合が打ち切りになりました。ナイス。2年生来年の夏からもう出たいですからね、甲子園。クリスマスイブ野球道具プレゼント。ちょっとフォーク覚えてないんですよね。スライダーとかも覚えてないし、とりあえずフォーク覚えますか。フォークはいるでしょ。キングバーガートラ彼女ができた。こいつ彼女作って弾道上げやがった。許せねえ。パタルヒャルの手段、キャッチャープラス2。取れ。取れ。取れない。卒業式。マチュピチュ、ならず者。コロッセオ、フリーダー。ラピューター、天空城。サラリーマン。エアーズロック、スカウト。岡本和真、ミゾット社員。ピラミッド、スカウト。岡本さんが、ミゾット社員になってしまった。まあ、社会人でやるんですからね。パワーヒッターの本来た。これはありがたい。それでは世界遺産中央高校2年目やっていきます。新入部員オリンピアの高校遺跡、星119。チャンス G ですけど、まあ、普通にパワー D とかあって強いですね。スタメンで使えそうです。ただチームプレイ罰。熱い77のウリン。ファースト星156。ポリエ大田丸。ミート E パワー D 補給 D。 こいつもいいですね。自由の女神、星166。ミートパワー D、意外性。打撃に特化します。ベリーズ三号章保護区、星136。バランスがいい能力をしています。アルセウス出現地区、星82。ダーマ神殿、星85。微妙ですね。で、一番強かったのがこいつ、プッチンプリンの祭壇、星175。プッチンプリンの祭壇は、茨城県にあります。ミートほぼ D、パワー D、走塁型守備 E、補給 33F。ムード丸、マルチだ。こいつも即スタメンで使いましょう。スカウトしたやつが全員入ってきてくれましたね。155位が3人入ってきて、で、残りの2人も普通に強いっていう、素晴らしい新入生が来ました。これはいけるんじゃないですかね。練習試合。キングバーガーにパワーヒッターつきました。これもかなり強打者な能力になってますね。ナイスー。プッチンプリナーション。自由の女神、初スタメンで3安打。猛打賞。これはもうスタメンですね。おーい。
さすが天才、4安打。頼りになる。キングバーガーもうちょっとしっかりしないと。負けました、9対4。まあ、これは夏の大会前に負けといてよかったですね。これ本番でやったらシャレにならないんで。オリンピアの高校移籍は3年の日本国際空港にジュースを買いに行かされた。お来た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 、キャッチャーの必勝本。最強の本来ました。パタルヒャレの修道院に使います。こいつ強いですよ、能力。これキャッチャー B になりました。どんどん練習試合。ちょっとこれ、まずいっすね。練習試合で打たれまくってます。負けました、コールド。8対1。このチームちょっとやばいかもしれない。ちょっとここから全部1回戦で負ける可能性が出てきました。まあこれ練習試合なんで。練習試合は負けて当然。で、3年生も使ってないですからね。プロ野球選手 OB のシリナブラがやってきた。ありがとうございます。スーパーレジェンド来ましたね。最近引退されましたけど。ナイアガラの滝の三振を消してくれました。ありがとうございます。抽選会。この抽選会に全てがかかっている。頼む。ランクいい来い。天理高校、前評判 D になってますね。5か7引きたい。3番。おい、また、また1回戦天理。宿敵天理との再戦。まあ、ランク C が向こういるんで、こっちの方が良かったですかね。ランク C はもう、今の戦力ではなかなか、しんどいですからね。夏の県大会やっていきます。この夏マジで勝ちたいですね。ここの夏勝てれば結構挽回できます。ただ練習試合では2試合とも8点ぐらい取られました。大丈夫でしょうか、村上翔投手。星327。ちょっとフォーク2にしたかったんですけど間に合いませんでしたね。フォーク1が心配。球速はまあ149あれば十分なんで、これいきます。1番チキンライス球種外。こいつはソリエ。そして内木。2番日本国際空港。4割5分5厘。打率がいいですね。セカンド。3年生。3番パフパフギャン裁判所。星335。打率4割。4番キングバーガトラ。2割7ブロック人。ホームラン2本。パワー A。パワーヒッター待ってます。5番パタルヒャルの修道院。打率3割。キャッチャー B。打てるキャッチャー。6番ナイアガラの滝。打率はちょっと低いんですけど、パワーが B やって弾道4。7番自由の女神。期待の1年生。2試合に出て、打率7割1分4厘。少し守備が心配。8番オペラハウス。ミートイーパワー B。弾道4。結構パワー系いますからね。ホームランバンバン打っていきましょう。1点先制。あ、あ、2点返した。ナイス。ノーアウトランナー2塁。ナイス。ナイスミート。これがチャンス。3対1。あとはピッチャーが粘ってくれれば、いける。粘ってくれ。公式戦ならいける。自由の女神。今日もワンヒット打ってます。ナイス !8 回ノーアウトランナー2塁。これ嫌ですね。ここも全部使いましょう。ショート。うわ。だるい。もう助言も使おう。アウトコースにビタビタの制球。あ、うわー、取れ。なあー、マジかよ。2対3。ノーアウト2、3塁。やべえ、これ。さすがに前進守備か。よし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 、でかい。三振。マジ三振。三振。ファースト。よし。ナイス前進。そのトス怖いけど。そのトス怖いよ。マジで多分、マジで。やったー！え、逆転？うわ、逆転された。マジかよ。
スカンド、スカンド、スカンド。8回逆転はきついって。よっしゃ。追いつこう。キングバーガー頼む。ちょ、3年生ホームの手よ。何のためのパワービー。ボールやろが。フォアボール。ええー。ワンアウト満塁。さすがに2点差開くときつい。マジで頼んだ。スカンド。ゲッツ。よし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 。このゲッツでかい。これ流れ来てますね。代打。アンコールバット。魔物は来ません。出て。本当に出て。もう、3年生が役立たずすぎる。こいつもどうせ。ナイス。オペラハウスはナイス。回れ回れ、いる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 。ここで村上頌樹代打。ジョージア大豆専門店超ファイト。お任せ。落ちろ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 落ちた。神すぎる。チキンライス商店街ラッキーボーイ。これ通り行っていいですか。これ通り行ったらやばいですからね。ここで通りさすがにやばい。盗塁外しやがった。セーフ。ナイス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 。こいつクソ足速いんで転がせばなんとか。ナイスセンター返し。ワンアウト三塁。ここで日本国際空港今日ヒットなし。スクイーズ1精密機械で流し打ちが6。これはいった。三振とかやめて。ピッチャー俺も危ない。頼む。もう何しとんの。天才に全てを託します。チャンスへ、チャンスへ。ピッチャーはこのナスカの地上絵かダーマ神殿。ピッチャーナスカの地上絵。牽制アウト。でかい。ちょ、キングバーガーもう決めていいっすよ。ホームランで。オッケー、先頭バッター出ました。ノーアウトランナー中。パタルヒャルの修道院送りたいっすね。正直送りたいんですけど、ただ打ちそうな気がする。センター返し。2年生は信じていい。最低でも進塁だ。ゲッツは論外。三振はかす。センター返し。やっと3年生が打った。ワンアウト1、2塁。ここでアンコールワット。アンコールワットは、
打撃強いんで。センター返し。よっしゃアンコールワット万歳。さよならスリーランホームラン。しんど。宿敵天理との決勝戦、制しました。これで甲子園出れます。7対4。9回気合で追いついて、10回、さよならスリーラン。疲れたこの試合。そして中堅校。2年目夏1回戦負けはなかなかないですからね。危なかったです。本当は9回にさよならにしないとダメだったんですけどね。昨日の試合は。初回からチャンス。ナイス!それでいい。軽く1点先制。こういうのでいいんだよ。初回の2点以降点が入ってないのが気になりますね。こういう試合の時、大体後半にまくられるんですよね。よし!ナイス!ここでの追加点。これがでかいんですよ。キングバーガートラのホームラン。自由の女神。こいつは自由に打たせます。ナイスベース。これはさすがに勝てそうですかね。1年生使いましょう。うますぎる。村上頌樹めっちゃ打つ。少年野球時代のバッティングをします。熱い77のウリン。初打席。初打席ヒット。やはり1年生最強。1年生いいっすね。3年生より1年生だ。3年生にはちょっと1回戦で愛想が尽きた。天才いいっすね、やっぱ。アンダー製造機。ツーアウト満塁でキングバーガートラ。会心の一振り。チャンスに強い。ちゃんと4番のバッティングしますね、キングバーガー。パタリヒャルも今日3安打。何?スリーランホームラン、パタリヒャル。今日4安打。最強。相手ランクいいでした。勝ちました。10対0。こういう試合をもっとしていきたい。8回19安打。3回戦っていきます。相手は飛鳥高校。練習試合でボコボコにやられた相手ですね。よし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 。ナイス犠牲フライ。1点。あのパスボールでかかったですね。ただ1点では絶対に勝てません。5点取りましょう。何してんねん。ショートがなんかフェイクをかけてきましたね。ツーアウトで3塁。こういうチャンスを逃すと相手に流れがいってしまいますから。ナイス!ただこれは、お、フェンチョク!2点目。ここで村上頌樹。落ちろ!いや、マジで打率がいい。村上頌樹。打率がマジいい。その辺のやつより打率いいっすよ。現在打率3割5分5厘。4打点。上位打線並みに打ってます。よっしゃ!ジャスト。あれ?よっしゃ!アンダー製造機裁判所。勝ちました、コールド。練習試合は、まあ、練習なんで。本番ではこうですよ。楽々コールド。今日も無失点。ピッチングいいですね。仕上がってますね。準決勝やっていきます。対戦相手はランク D。
OK。追加点欲しいですね。パワー B あるんですけど。ホームランまだゼロ。そろそろ出る。よっしゃ。素晴らしい。2点目入りました。ナイスクイズ。はい、OK。おお。あ、相手エラーがクソ多い。ちょっと勝てそうなんで過去の話になるんですけど、少年野球の時に一番記憶に残ってる試合が一つあって、大会の決勝戦なんですけど、その大会自分ヒット1本持ってなくて打率0割だったんですけど、村上頌樹投手が決勝戦でライバルチーム相手に9回1点で抑えるピッチングしてくれてて、でこっちも1点取ってて、最終回9回裏1対1でワンアウト満塁で自分のところに回ってきて、でヒット0本だったんで代打に変えられそうになったんですけど、ちょっといや行けますっつって打席に入ったんですけど、そこでちょっと気合で右中間にさよならタイムリーヒット打ちましたね。あの時の脳汁がちょっとやばかったです。でその時から陸上競技も得意だったんで、1500m の大会とか出ていたんですけど、まあ、今年は勝てるぞと思って走ったんですけど、自分がさよならタイムリー打った相手に負けましたね。ちょっとこの動画のせいでだいぶ特定される可能性が 90% ぐらい上がりましたね。最終回3試合連続完封なるか。9回73球しか投げてないんですよ。めちゃくちゃ省エネ。打たせて取るピッチング、ナイスボール。はい、ショート、キングバーガー取って、もう完封が、まあいいです。逆に今でよかった。勝ちました、4対1。いや、めちゃくちゃいい感じですね。まあ実績点的には0点、3試合連続で0点に抑えてます。いや、普通に決勝まで来れた。ただ、ここ勝たないとあんまり意味がない。ここは絶対勝ちます。1点先制されました。うん。まあでも一応、チキンライスは魔物あります。これでなんとかしたい。ワンアウト1、2塁。3年生、頼む。3年生。何しとんねん。打率5割の自由の女神。打率が落ちない。ああ、これしょうがない。ワンアウトランナー2塁。魔物。まだ早いか。ここはちょっと自力で1点取ってもらいたい。セーフティー。自力で1点取れ。ナイス。落ちろ。落ちる。ナイス。追いつきました。ここの自力1点でかい。これはありがたい。さあ、天才。チャンスへの天才コンビが並んでます。3、4番。2アウト1、3塁。ここは粘ってほしい。よし、よしよしよし、緩急緩急、素晴らしい。危ないって。さあ、キングバーガーツーベースで出ました。ノーアウトランナー2塁。転がし、ナイス転がし。ナイアガラの滝、スクイズに
スクイズに。ここはまあ犠牲フライ狙いで強振引っ張り。よし、ナイスヒット、勝ち越し成功。自由の女神は2打席に1回打つで、次打ちます。ここ打ちます。自由なバッティング、マジで打つ。なんでこんな打つ。強心臓使い、こいつもパワー B あるんで強心で引っ張り、おっしゃ、これもいいです。 OK。 あーゲッツーか。取ってくれ。よし、よし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 、ナイス。1点を争ってます。使うからには4点取る。3点負けてるぐらいの気持ちで使います。転がし、あっ、あっ、魔物いりません。オーブナ、一番いいところで追加点を取ってくれます。最終回、これを抑えれば甲子園。素手で取った。1年生生きったプレーをしてます。オッケー。いや、2年目で甲子園出ましたね。素晴らしい。あの絶望の1回戦乗り越えてここまで来ました。あの1回戦勝ってよかったですね。あれがマジ決勝戦だった。村上頌樹、尻上がりになった。甲子園抽選会。うわ、ランク S。 これ嫌な予感がしますね。大体嫌なところ来ますからね。1と3は絶対に避けましょう。7が一番いい。7か5、7か5、7。うわー、3。初戦ランク S、 絶望。お、パタルヒャル、合格打法もゲット。ハイパー特能マン。じゃあもう甲子園行きますか。ノリで甲子園行ってランク S 倒しましょう。ちょっともう1年生使おう。1年生にかける。さあ、魔物はあるのか。魔物、魔物あるならいける。あ、1点先生、マジマジマジか、でかい。また1回戦が決勝ですからね。ナイスバッティング、当たっている。ノーアウトでランナー2塁、打てるぞ。2点目入りました。ただ1点返され、5回、2対1。ランク A ぐらいですかね。あ、でもクソ強い。ランク S ではなかったですけど、最強クラスのチームですね。いいボール。ランナー回って同点。2対2。危ない。ナイス、完璧なピッチング。追加点取られました。
一番いいボールを打たれた。3点差以内ならいけます。全然まだ大丈夫。めちゃくちゃチャンス。ワンアウト三塁で自由の女神、甲子園でもヒット打ってます。マジか、ナイス。神すぎる。いいよ、ランナーはサードに。これ追いつけたらめちゃくちゃいいんですけど。村上頌樹ピッチャーに回ってしまいました。三振。7回ノーアウトランナーなし。ここは魔物を使います。よし、よしよしよし、3点取れます。プッチンして全てを解放。よっしゃ、とりあえず追いついた。4対4。いやでも魔物使って1点か。もうちょっと欲しい。逆転はしないと。下げて、ストライク。それよっしゃ、これホームある、ホームいけ。無理か。ツーアウト2、3塁。ここで熱い77のウリン、代打ジョージア大豆専門店、バント職にあります。セーティー、よし、はじけ、ナイス。もう1点。早速ノーアウトランナー2塁。このセカンドランナー無視してもらって、もう1点差でいいです。1点差で OK。 はい、ナイス。ホームランだけなし。オッケー、ツアート。デッドボール、しょうがない。サード、オッケー、ナイス。さあ、あと最終回。伝令をがっつり使う。よし、奪三振10。ショートセカンド遅い。うわ遅い。よっしゃ、 OK。 ツアート、あと一人、終わらせてくれ。低め、打率4割のオーバー。よしよしよし、肩が弱い、ナイス。1回戦ランクイン勝った、強い。勝てる、これ勝つんだったら優勝もあるか。これ勝てるんだったら優勝できますよ。ヒット9本。自由の女神2安打。村上頌樹奪三振になった。特能がどんどんついてます。2回戦やっていきます。1日空きました。今一番勢いに乗ってるチームです。しかもスタメン1、2年生主体で行ったんですよね、昨日。みんな使おう。初回からチャンス。対戦相手はランク B。普通に強い。昨日とそんな変わらん。ナイス、完璧な流し。強いぞ。プッチンプリンの祭壇、1年生。ソロホームランで2対0。いけるぞ。流れが良すぎる。オッケー。こいつマジで打つ。
めちゃくちゃ打つ。パータリヒャル。これは完全に世界遺産。流し打ち7。流しの天才パータリヒャル。すべてを流す。あなたの罪もすべて流します。5回ノーアウトランナー1、2塁。ここをしのげばいけます。盛り上げも1個使います。ここかなり大事。ショート、ゲッツ。あ！ゲッツやったやんけ、今。さあ。ゲッツ。いや、もうこれで終わりやったのに。まあ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 。1点で済めば全然。キングバーガーは打撃で返すんで。ここ1点なら大丈夫。やべ。ランナー回っていない。ツーアウトで3塁。もう、しょうもないエラーで2点。取れ。よし、ナイス。まあ、まだ勝ってるんで大丈夫。さあ、キングバーガー、キングバーガー落ちろ。今日3打数3安打のパタリヘル。ここはゲッツ。最終回追加点が欲しい。キングバーガー。うん、三振。ヒット13本出て3点。最終回抑えれば勝ち。ナイスボール。珍しくフォアボール。ちょっと嫌ですね、これ。このランナー嫌ですね。走ってくれ。キャッチャー肩が弱い。バッティングに特化します。ショート。オッケー、ザト。くそ、1点差。ツーアウトランナーサード。頑張れ。低め。低めで終わり。やっ！ナイス！ 2 回戦も勝利。強い。魔物なしで普通に勝ちました。このチームの実力は本物。パフパフギャン裁判所4安打。パタリヒャルの修道院3安打。村上初期2安打。自責点1ついてますね。完全に浮かした。相手チームはなぜか打てない。キレ丸がついた。いいぞ。特能がどんどんついてます。プッチンプリンの裁断もプルヒッターになった。そして強豪校になっていく。普通に3年生使わなくても。勝てるんで、スタメン変えます。キングバーガーのショートがちょっと、捕球がちょっといいなんですよね。まあでも一応コンバート完全に成功してるんで。まあ大丈夫でしょう、もう。今のところこれが一番強いですね。下位打線の打率も高い。で、投手の打率も3割。3回戦やっていきます。初回スリーランホームラン。確変タイム終了か。ただ2回ノーアウトランナー1、2塁。ここで全てを返すことができれば、全然いけます。くせ者からの自由に打て。自由に打っていく。惜しい。うわ、0点か、あそこ。あそこ0はきつい。しかし、キングバーガーソロホームラン。3対1。2点差なら全然。余裕であります。余裕で勝てます。
守備が硬すぎる。お、来た。ワンアウト3塁。ここでプッチンプリン。熱血、強振、引っ張り。よし、よしよしよし、よし。3対2。この回逆転します。さあ、ここで3番、4番。ミート積極センター。うん、しょうがない。キングバーガー。託者。それ無理？それ甘いよ。三振。三、四番がチャンスで凡退。くだらん。それでスカンドアウトにしてくるのキモすぎ。ちょっと。ノーアウト三塁。5点目取られました。 OK。 うーん、ゲッツ。ノーアウトランナー1塁。今更ですけど対戦相手はランク B。 繋いでいこう。センター返し。あ、ちょっとでもこれは飛距離が足りない。よし、ナイス。熱い77のリン。1年生の打率が軒並み高い。お、ヒット。ワンアウト満塁ある。3点差、追いつけます。ここで自由の女神。5ボール。うわ、ホーム。うわー、危ねえ。もうしょうもない、フライ。危ねえ。落ちろ。最終回、2点差なら全然あります。ただ魔物はもうありません。ツーアウト。パフパフキャン裁判所、これが最後の打席になるか。天才、天才の一振り。ただパフパフキャンが出ればキングバーガーホームランで追いつける。出ろ。三振。初回のスリーラン痛かったですね。来年また来ます。甲子園。まあ、2年目で3回戦まで来れたんで。これはまあ良かったんじゃないですか。スタメンで3年生2人だけですからね。ほぼこのメンツのまま来年戦います。次期キャプテンは、キングバーガートラ。日本代表誰も選ばれず。それでは秋の県大会やっていきます。夏の甲子園のメンバーがほぼ残ってますから、しっかりと勝ちましょう。先発村上頌樹、星405。甲子園で得能が増えました。1番ジョージア大豆専門店、2番プッチンプリンの祭壇、3番自由の女神、4番キングバーガートラ、5番パタリヘルのシュートイン、6番熱い77のウリン、7番ザナルカンド遺跡、8番オリンピアの高校遺跡。1回戦からランク C だる。初回のピンチをしのいで1点先制。1点、2点返され。2対1。1点ビハインド。ナイスセンター返し。ノーアウトランナー1。チャンスメーカーキングバーガー。お、そしてフォアボールでノーアウト1、2塁。熱い77のウリン。くせ者を使い。お、バントでもいいですけどね。バント行こう。うまい。
ナイスバット。ナイスバッティング完璧。割れない。同点をつけました。そして、うん。スクイズ、これはさすがに。一球待ってからのスクイズ。よし。ナイスバント。スモールベースボール。そして村上頌樹も、スーパーヒット。タイムリーヒット。野手と同じぐらい打つ、村上頌樹。魂のツーベース。よっしゃ。ピンチをしのいだ。あ!ザナルカンド移籍、ソロホームラン、今日3安打。2年生の意地を見せます。キングバーガー。よし。まあしょうがない。3対5。全然大丈夫。ここ1点で進めば全然、勝てます。OK。最終回。2点差。電流すべて使う。伸びのある150のストレート。よっしゃ。あれ?あ?何?最終回同点ホームラン。マジで?2 アウトから、しかも、伝令をすべて使ってしまうという。マジで言ってる5対5って。ああ、やば。さすがに疲労状態やばい。マジかよ、これ。いや、他のピッチャーよりさすがに。スローカーブでなんとか。うわ、マジかよ。いやねん、それ。勝ち越された。なんであと一人から3点取られなあかんの。絶対勝て。マジ。1番絶対出ろ。うわぁ。マジで ?2 年連続1回戦負け?秋。ソロホームランで打つしかない。ソロホームラン。頼む!打ってくれ!え、くそ!センター返し!よし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 。キングバーガー来た!キングバーガー。ここでキングバーガー。マジで頼む。これ強振しかないでしょ、さすがに。強振。それ打てよ!センター!走れ!早く!走れ!よしよしよし!バタリアル。んで、最終回、2アウトから負けなあかんの。秋弱すぎる、このチーム。キングバーガーの進路。お前、プロは無理や。肉やなれ。熱い77ウリン。高角打砲ゲット。熱い77ウリンは、マダガスカル島東部の
6つの国立公園にまたがる森林である。この古い森林は6000万年以上前に他の大陸と分かれたこの島の地理上の歴史を物語ってくれるものといえる。2007年にはキツネザルなどの絶滅危惧種の生息や生物多様性が評価されユネスコの世界遺産に登録された。こいつはじゃあ2007年生まれですね。お、プロ野球選手の水原一平さん、こんにちは。水原一平さんは世界遺産の通訳をしています。新入生スカート、横山強い。やっぱこんぐらい尖ってるやつが1年生は欲しいですよね。代打でワンチャン使えそうなやつ。お、村上頌樹といえばマッスラ。これマッスラ取りましょう。ホタマッスラゲット。お、勝山パウエル、オークミントさん、どうも。総力 S のジョージア大豆専門店が打ち気になりました。一番打ち気になってほしいやつが打ち気になった。これはいきます。夏破壊します。まあ、3年生打ち気2人いればもう十分でしょう。練習じゃ強豪校にさよなら。5対6。これを本番でやれ。ウルードしてハイパー特訓ます。よっしゃ、伸び A になった。これはいいですね。最強の伸び。卒業式、アンコールワット、フリーター、バフバフゲン裁判所、プロ、ナイアガラの滝、サカネン、オペラハウス、ミゾット社員、チキンライス旧市街、プロ、日本国際空港、プロ、オノデラアイドル。パフパフゲン裁判所良かったですね。チームを甲子園に導いてくれました。ミートです。星385。練習試合やっていきます。ナイスパラ。ナイスパラ。ナイスパラ。練習試合で170球。よっしゃ、熱い77のり。パーツオーバーなんか。新入部員、姫路城、バチカン市国、ハワイ火山国立公園、グランドキャニオン、万里の長城、クリスタル洞窟、ボロブドゥール寺、サラマンダラ湾、パタゴリアの氷河。抽選会、今年は天理ではないか。どこだ。初戦、ランク E。ちょっと3回戦、ランク B が潰し合ってくれます。ありがたい。それでは夏の県大会やっていきます。ちょっと秋は1回戦負けだったんで、ここはもう、甲子園優勝するまで負けられません。とてつもない鍛錬をしてきました。頑張ります。先発、村上頌樹。星477、156キロ。伸び A、マッスラ、クロスファイヤー。1番ジョージア大豆専門店。2番熱い77のウリン。3番自由の女神。打率は高いんですけど、意外と、ホームラン打ってません。4番キングバーガー。5番パタルヒャルの修道院。6番ザナルカンド遺跡。7番プッチンプリンの祭壇。8番オリンピアの高校遺跡。打ち気はパタルヒャルとジョージアデイズ専門店。まあバランスのいいチームになってます。こいつはもうバントしとけば OK。無限にバント。ちょっと1点しか取れないですよ。大丈夫。一回戦怖いんですけど。ナイスボール。さあ来た、チャンス。ノーアウトで三塁。さすがにこれは点が入ります。パタルヒャル魔物発動。そして、何でもいい。転がし。オッケー。よっしゃ、ナイスボール。よっしゃ、いった。魔の1回戦さえ超えればこのチームは強い。ストレートがマジでいい。そしてフォーク。いまいちパッとしない天才、キングバーガー。5本目が見たい。三振。
あれちょっと。もうまた2アウトからなんか。寸前罰？大丈夫？これホームランとか話にならないよ。よし、危ねえ。5対3勝利。間の1回戦を超えました。2回戦やっていきます。まずはヒット。おっ、パータリヒルツーランホームラン。2点先制。完璧な当たり。村上頌樹、一番バッティングいい。こいつはもうずっと打率4割ですからね。今日も3安打。いった。満塁ホームラン。ただこの4番のキングバーガトラ天才ですけども、ついに打率3割切りました。弱い、まあ、パワーアイスが4番にいるだけで威圧感ありますからね。まあ、守備はいいですからね、キングバーガー。ナイスショット。もう守備が取りえちゃうんかい。早速エラーすんなよ。来月2回戦勝利、11対0。パタルヒャルの修道院、2ホーマー。3回戦っていきます。ここですね。ここランク B おそらく来てると思うんで、ここちょっとギアを1つ上げてやっていくと。キングバーガー今日はお願いしますよ。今日は天才の番です。ザナルカンドがノリノリなんで3番に入れますか。お願いします。強え。これは相当強いのが来た。激戦になりそう。とにかく先制点だけは取らせるな。 OK、 今日打てばいいんです。キングバーガー先頭バッター出ました。おっ、1点取った。よし、1対0。しかし1点返され1対1。ナイス、キングバーガー。流しがうまい。満塁しのいだ。よし、満塁しのいでノーアウト1、2塁。あ、最悪、最悪のゲッツ。もうこれで1点やって。現在防御率は 3.34。 丸だ、丸だ、回ってるわ。足が速すぎてキモい。ワンアウト1、2塁でキングバーガー。今日は2安打。うわっ、ちょっと魔物があればいけそうですけど、魔物のやつに回るか。4番キングバーガー、ミート積極センター。久しくホームラン見てないこいつの。ああ。魔物ありますね。これ、通り。次の回で終わらせます。ちょ、ここは絶対伝令使おう。盛り上げ1個使っとこう。延長戦も視野に入ってます。うぜえ。キャッチャー肩弱いんすよ。セカンド。よし。よしよしよし。さあ、魔物を使い、センター返しでいいか。5番から。あ、マジか。同点ホームラン。よし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 。追いついた。9回。で、自由の女神。熱
血。熱血流しとか。まあ、任した。自由に。自由にどうぞ。ナイス。マジでいい。オリンピアは昨日ホームラン打ってます。くせ者使って番頭職人ついたんで。よし。ナイスバント、ナイスバント、ナイスバント。マジナイス。オッケー、よし、勝った。魔物で勝利。3対2。いや、ピッチャーがよく2点で抑えてくれました。まあ、最終回この流れだったら5点ぐらい取れそうでしたけど。ヒットは9本。ピッチャーランク A にも通じてますね。キングバーガー2安打。準決勝やってきます。初回からチャンス。ワンアウト1、2る。ヒットエンドラン6。相手はランク B、また強いな。ならめちゃくちゃ強豪いるんですけど。ヒットエンドラン。これどう？いや、ちょっとやめてこう。これ、やめてこう。流し。よし！ただ、伸びない。1点取られました。4回1対0。なんか、詰まってますね。ピッチャーが待ってるのに。勝たしてくれ。せめて甲子園は行きたい。もうバッターが全然ダメだ。打者終わってる。ナイスボール。取ったれよ、セカンド遅いな。ワンアウト一三塁。ゲッツーでなんとか抑えましょう。闘魂。闘魂注入。サード。2対0。まあ、しょうがない。ああ。粘れ。よし。よしよしよし。大丈夫。魔物絶対、一つあるんで。キングバーガーここでちょっと魔物使わずに、ホームランで追いついてほしい。強振引っ張り。ナイス！ナイスナイスナイス。さあ、チャンスでパタリヒャル。ここまだか。ここ、6回なんですけど、使います。やば、三振はやめて。オッケーオッケーオッケー。よし、回れ回れ回れ。魔物使ったんでもう追いつく。この回絶対追いつくしかない。センター足。よし。普通にヒットで同点。もう2点取りましょう、ここ。ここもう2点。くせ者、バント職人、セーフティー。うまい！完璧！よし！よし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 。ランナー全部返します。あと2点取ります。村上頌樹。キャッチ。よし。なんという熱い試合。しんどい。絶対このままじゃ終わんないですよ相手。ほら、丸だ丸だ。よし、ツーアウト三塁。大丈夫。大丈夫。ナイス。ショート。お前。お前。ふざけすぎやろ、こいつ、マジで。
で、エラーで同点なっとんの。一番あかんところでするやん。絶対にあかんところで。で、これ追加点取られたら、どうすんの？よし。マジでこの試合ホームラン打たなかったら、やばいっすよ。ノーアウトランナー一塁。一塁ランナー足クソ速いんで、盗塁いきます。オッケー。あと自由に打つ。ナイス進塁だ。仕事できますね。3番ザナルカンド。精密機械のミート積極センター。うん、よし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 。本当はこいつに打たせたかったんですけど。打率2割台の天才。うん、しょぼいな。セカンド、うまい。ちょっと、ツーアウト、一、二塁。相手はパワー C。まあ、まあまあまあ。ストレートで押して、インコースはちょっと怖いですか。アウトコース。もう何しとんねん。アウトコースやって。まあ、ただ緩急で終わり。緩急。よしよしよし。それでいい。それでいい。落とせ。サード。よし。取って。オッケー。危な。マジ危ねえ。3回戦、4回戦危なすぎる。さあ、激闘の3回戦、4回戦を超え、決勝戦やっていきます。キングバーガー、今日は頑張れよ。あんまり注目するとこいつプレッシャーで潰れますから。そのプレッシャーを超えろ。熱い77のリンがちょっと昨日でだいぶ打率が下がったんで、うん。女神を2番、3番にザナルカンド、打率4割。これでいきますか。決勝戦、アスカ高校？アスカ高校って、マスか。秋の大会の相手か。ランク C。これ秋の大会の相手でしょ。許さん、マジで。ぶっ潰す。あ、もう先制してきた。ただ2点で返した。倍返し。そしてキングバーガー。絶好調、キングバーガー三振。うん。また投手戦やん、これ。5回2対1。負けを習おう。超えていく。2割8分台の天才なんかもう、めったにいないですよ。だいたい3割超えますから。いったか。ただこいつは、球全然飛ばないですね。腕折れてます。追加点が取れません。もうちょっとピッチャーにこのまま行ってもらえますか。エラーさえなければいけます。パスだ。よっしゃ。全てがしょぼい。甲子園でちょっと爆発することを願ってます。最終回1点差。うん。嫌な出塁のされ方されましたね。アウトコース。よっしゃ。これは打てんでしょう。つかんぞ。よし。よしよしよし。魔境奈良を超えました。2対1で勝利。
ちょっと3回戦から全部きつかったですね。初回の2点で勝ちました。ピッチャー9回投げて123球、奪三振8。最後の合宿やっていきます、とりあえず昨年の秋の借りは返せましたね。2回甲子園出れれば、まあそれなりのチームにはなりますからね、最終的に。ただ1回戦負けというのがちょっと。流し打ち。ジョージア大豆専門店の打率が爆上がりして4割2分4厘。バントでヒットを稼ぎまくってます。甲子園抽選会。お、弱いぞ。上の方弱い。ただそこに沈んでいくほど魔のものが潜んでます。まあ言ってランク A 倒しますからね。まあ初戦はとりあえず1番でいきましょう。1を引きます。1来い。はい、4番。初戦ランク C。 まあでも結局2回戦国立に当たりますね。で3回戦でランク S が来るか、望むところです。去年ランク S を初戦で倒しますからね。今更怖いものはない。甲子園やってきます。キングバーガートラ、こいつ大丈夫か。1番ジョージアデイズ専門店。こいつがまあ総力96なんでバントで出ます。打率4割2分4厘で、2番の自由の女神が自由に打ちます。まあ打率高いですからね。ただホームラン0。そろそろ出る。3番ザナルカンド遺跡。3年生になってからなんか急にバッティングが良くなりました。3割8分5厘ミートパワーし。4番キングバーガートラ天才。最悪の天才という汚名を晴らせるか。5番パタリヘルノシュドイン。キャッチャービーアバレージヒッター広角初球丸。威圧感。打率4割ホームラン5本最強バッター。オリンピアの高校遺跡。こいつは影が薄いですけど、まあ結構なんかバントとかで活躍します。プッチンプリンの祭壇。パワー系にしようと思ったんですけどセカンドなんで、守備も結構 C まで上げてます。一時期好調だった熱い77の鬼、ここ3試合ぐらいヒット打ってないんで2割5分6厘。ただパワーはクソあるんで期待します。これでいきます。対戦とはランク C。 キングバーガーまだ急成長とか使ってますからね。ヒットエンドランでホームラン。なんやこいつは。こいつまともな指示するとダメですね。適当な指示しないと。2対0。まあとりあえずホームラン出たんで、ここからまた上がるんじゃないですか、調子が。はい、さあ。OK。アーツィー、アーツィーのホームラン。最終回。完璧な3球。奪三振13。よっしゃー、8対1、まあ、キングバーガー久々にホームラン出ました。2回戦やってきます。まずはセーフティーでヒット。強すぎる。お、ツーランホームラン。自由の女神初ホームラン出ました。2点先制。いいよ。相手はこれランク A ですね。ランク A をかき乱している。たまには打ちますか。流し、追いつかれた。うわ、逆転された。3対2。なるほど、まあ、ただ一応魔物があるんでいけます。まだつかない。うまい。よし、追いつきました。3対3。お、オリンピアの高校遺跡。
ツーランホームランで5対3、2点勝ち越し。ちょっとまだ勝ってるんで、魔物。まあでもこっち先行か。ここ使って、この回5点取ります。よっしゃ。うまい。お！犠牲フライのつもりがホームラン。確定満塁ホームラン。打線もなんか普通に強いんですよ。うまい。こいつなんか3メーターぐらい飛びませんでした今。でしれっと今日はあまり打ってないキングバーガー。打率が全く上がりません。こいつが猛打賞ってのあんまり見たことないですから。あ、打った。でも入るか。入る。ナイス。2試合連続のホームラン持ってきました。女神今日4安打。ホームランツーベース、ヒットツーベース。安打製造機、安打製造機すぎる。最終回 OK 解消。13対3。まあこれは魔物なくても勝ってましたね。ヒット19本、3点以上取ればなんかなんとかなりそうですよね。だいたい3失点以内には抑えてくれます。キングバーガートラプルヒットになった。引っ張りに目覚めた。3回戦やっていきます。相手はなにわ高校。確か向こうにランクエースがいたんですけど、ランク B 行きました。ランク B ですけど、これもうほぼランク A じゃないですか。初回1点取られました。しかし魔物があります。魔物がもうあるんで大丈夫。お、ジョージア走れ。スリーベース、ツーベース、ノーアウトランナー2塁。これはさすがに点入るでしょ。1点入った。1対1。そして、4回。ノーアウトランナー1、3塁。来た。熱い7、7の折り。強振引っ張り。こいつはパワー。パワーでできている。気持ちいい当たり。勝ち越し成功。村上正樹、ちょっとバント大丈夫ですかね。ゲッツーとかなんないですよね。バント。全然バントする気配がなかったんですけど、今。構えすらなかった。スクイズ3。いや、これも熱血で、方向引っ張り。打てば OK。女神の2点タイムリー。女神マジ？プッチンプリン打率上がってますね。3割2分3厘。こいつのバッティングにはもともと期待していたんで嬉しい。キングバーガーより全然打ちますよ。全部スローボール。ストレートセンターフライ。よいしょ。そのストレートは当たりません。最終回エラーするな。全く問題なし。問題あり。これ問題ありっす。ちゃんと緩急使うか。スタミナ上げようと思ったのに。はい、ナイスフォーク。その進化もいい。
そしてツーシーム、ランナー全部返されても大丈夫、ランナーいないと思って投げましょう。臭いところ、フォアボールでもいい。よし、ファースト取ってゲームセット、1対4勝利。キングバーガー今日ヒットなし。9回134球奪三振10、ザナルカンド移籍チャンスB、4回戦やっていきます。初回ワンアウト満塁、対戦相手はランク B、 ラッキーボーイですか。もう使いましょう。三振か。うわー、ちょっと満塁のチャンス逃したんで2点取られました。ちょっとまずいですね。まずは1点ずつ返したい。すぐに1点、すぐ1点返そう。うわー、やべ。 OK、 ナイス、3対1。そしてノートランナーにいる。よし、よしよしよし、ナイスバッテン、広角打法出ました。3対2で、ピッチャー送り、ナイスバント、 OK、 犠牲フライ、犠牲フライにはならない。惜しい、まあ、魔物は一つあるんでいいところで回ってきてくれればいいんですけど。盛り上げ1個使いますか、ここ。よっしゃ、よっしゃ、ピンチでも動じない、ナイス。パス、マジで、ワンアウト満塁、さすがに伝令をすべて使う。レフト、タッチアップされてしまう。2点差、2点差に開いていく。5番からの攻撃、この回なんとか9番まで行って次1番から始まるようにしていきたいですね。出ろ、うわー、取んのか、それ。マジか。OK。ランナー1人出ました。うわー、ゲッツーだ、これ。ナイス。初めて刺した、キャッチャーが。超投球。よっしゃ。さあ、8番から。2年生打ち気、いたっけ？ダーマ神殿が打ち気だ。ダーマ神殿いこう。さっきの回使った方がよかったけど。うん。ラッキーハッピーボーイ。ということは、ベリーズ3号賞報告。打率10割。よし、ミートパワー B。アフレージいった。これは強い。センター返しや。出ろ。マジで出ろ。こいつが出ればマジで勝てる。追いつける。うわー、はじけ、魂のヘッスラ。いやー、これピッチャーさすがに変えますか。姫路城、代打姫路城、出ろ。まだ間に合う、まだ間に合う。よし、これ大丈夫、これ間に合います、これ勝てます。ピッチャーいないんでこの回絶対に終わらせないと。セーフティー、ナイスバント、ナイスバント、よしよしよし、ワンアウト1、2塁、自由の女神、熱血ダイソー出す。姫路城はセーフなんで
ダイソーでナスカの地上へ。送りバント。うん。いや、これ打ちます。え、嘘。ああ、くそ。ツーアウト。キングバーガーに回して、キングバーガーに回せ。終わりだ。ああ、ボール、フォアボールでいい。いや、えっ、さすがに魔物使ってるんで落とす、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 落とす。ちょっとこの試合は反省点が多いんですけど、勝てる試合ではありましたね。まあ、ピッチャーがかなりピンチをしのいでくれたんですけど、ヒット13本。相手の打線が強かった。キングバーガー、ヒットなし。3番、4番、ヒットなし。オリンピアの高校移籍、3安打。160球、奪三振中。今日はちょっとフォアボール多かったですね。5。珍しい。まあ、甲子園夏、去年は3回戦まで行って、今年は4回戦という感じでしたね。次期キャプテンは、自由の女神。日本代表、村上頌樹。キングバーガートラ。選ばれました。日本代表に村上頌樹、粘り強く投げた。キングバーガートラ、5番ファースト、さあこいつ、大会ベストナイン、世界大会だけなんか活躍して、キニックワン。村上頌樹、28試合、防御率 2.97、 ナスカの地上へ、フリーター、パタルヒャルの修道院。打率4割6厘、ホームラン5本。キングバーガートラ、打率2割7分6厘、ホームラン6本。ザナルカンド遺跡、3割5分7厘、ホームラン2本。ジョージア大豆専門店、3割9分5厘。村上頌樹、星555。パタルヒャルの修道院、ミートパワー B。こいつも良かったですね。キングバーガートラ、星570。うん。ジョージア大豆専門店、自慢の足を生かしてチャンスを作ってくれました。というわけで今回、同じ少年野球チームでプレイしていた村上頌樹投手と一緒に、栄冠をやってきましたが、このような感じになってきました。この辺で終わっていきます。お疲れ様でした。